8月5日発売の週刊ポストは、美味しいプレゼント企画もついた夏の合併号。コロナの最前線、五輪汚職事件、旧統一教会と安倍派の関係など、目の前にある難題の調査報道はもちろん、相続のノウハウ、メガ地震予測など、上半期の本誌で、反響の大きかったテーマの最新情報、さらには、令和の女性大富豪、CM ギャラランキング、銀座の夜の超100人など、ここでしか読めない興味深いデータも満載です。グラビアでは、最新技術で彩色した、戦時中の貴重な写真を公開します。今週の見どころ読みどころ追撃スクープ、安倍晋三元首相と、旧統一教会2世たちの、禁断の関係安倍元首相や安倍派と、旧統一教会、世界平和統一家庭連合の関係が、次々と明るみに出ているが、本誌は、元信者の証言から、二世信者が、安倍政権を裏で支える重要なミッションを追っていた、ことを突き止めた。安倍政権の大きな、成果とされた、安保法制を後押しするため、二世の若者たちは、大々的に、街頭活動に打って出た。さらに選挙では、安倍さん側の人の情報が交換され、そして、安倍側近として知られた、稲田朋美、元防衛省の後援会まで作っていたことも、判明した。五輪汚職事件、高橋兄弟と、安倍や結婚式とプライベート旅行の蜜月、東京地検特捜部が捜査を続ける、逸話汚職の渦中にいる、高橋治之、組織委元理事は、五輪前から安倍元首相と浅からぬ縁があった。実弟の高橋治之氏は、実業家として、巨万の富を得た人物だが、古くから安倍家と親交を結び、安倍兄弟の結婚式に参列したり、プライベートジェットで安倍氏の実母を旅行させていたという。大谷翔平、トレードされてたら二刀流の危機だったファンをやきもきさせた。大谷のトレード話は、ロと消えた。しかし、来季中にも FA 権を取得する大谷には、今後も移籍の可能性がある。メジャーに詳しい専門家たちは、もし大谷が、強豪チームに移籍すると、投手の一刀流を強いられるのではないかと懸念する。コロナ感染、2回目の方が危ない恐怖の、データアメリカの大規模な疫学調査により、実は、コロナは2回目の感染の方が、死亡率や入院リスクが高くなることが分かった。詳細なメカニズムは不明ながら、専門家たちも、その可能性を指摘する。普通の感染症ではありえない、厄介な特徴は、なぜなのか、対策はあるのか。総力取材日本の女性大富豪54人、最新長者番付のすごい顔ぶれかつては、高額納税者が実名で発表されていた時代もあり、それが、長者番付として、耳目を集めたが、個人情報を重んじる現代ではそうした公的なデータはない。本誌は企業決算が出揃ったタイミングで役員報酬1億円超えの女性16人と上場株の個人保有額上位の女性40人をリストアップし、その経歴や人柄を取材した。二人は両リストで重複。役員報酬トップの女性は年収16億円超え、株保有トップは2500億円超えという驚くべき結果に、必見グラビア誰も見たことのなかったカラーの太平洋戦争、今年も戦争に思いを馳せる季節がやってきた。本誌は戦争の記憶を鮮明に焼き付けた衝撃のカラー写真を9ページの大特集で公開する。東京大学大学院教授らのチームが最新 AI 技術で当時の白黒写真をカラーで復刻させた。広島、長崎への原爆投下の瞬間、硫黄島での日米兵士まさかの交流、銃剣を持って戦闘訓練する少年たち、彩色されたあの夏が今蘇る。NY の YouTuber、小室夫妻のパン購入で40万再生も稼ぐ、バブル到来今や小室夫妻を追い回すのは、日本のメディアより、海外のパパラッチ、そして YouTuber だという。特に個人の YouTuber は、容赦がなく、司法試験の出入りや、夫妻のプライベートにもカメラを向け、再生回数を荒稼ぎしている。その実態とは？門外不出の、
女性タレント CM ギャラランキング入手。タレントにとって CM ギャラは人気のバロメーターでもある。本誌は大手広告代理店が作成したギャラ一覧を入手した。1億円超えの3人は誰もが認める大女優とスポーツ界の2人。その下には実績豊富な女優陣が並んだが、直近で露出が目立つ広瀬アリス、鈴姉妹や上白石姉妹、さらに今田美桜も驚きの高額であることが判明した。今年の大地震的中率 89% を誇る目が地震予測最新データ今年発生した震度5弱以上の地震は9回。そのうち8回で時期、場所、規模を的中させたメガ地震予測の最新知見とデータを公開する。同予測が精度を劇的に上げた背景には、日中研究者の運命的な出会いと協力があった。そして、最新データでは、3ヶ月以内に震度5弱以上の地震が起きる可能性の高い3つの地域が特定された。民放&NHK 人気女子アナ6人が大同窓会であの話を暴露。東京キー局5局と NHK で活躍した人気女子アナ6人が集まって座談会を開いた。今だから話せること、週刊誌に撮られたプライベートなど、普段は聞けない、話せない危ない話題で盛り上がった。NHK、内藤裕子アナ、日テレ、馬場典子アナ、テレ朝、石井望美和アナ、TBS、竹内かなえアナ、テレ東、亀井京子アナ、富士、中村ひとみアナが参加。佐々木明、衝撃の登板回避で、甲子園を逃した元チームメイトたちの、今3年前の夏、岩手県立大船渡高校のエースだった佐々木は、すでに160キロのストレートで、プロ注目の怪物だった。ところが甲子園のかかった県大会決勝戦でまさかの登板回避。大船渡は完敗を喫した。佐々木の女房役だった捕手、代わりに登板した背番号12の投手、監督への批判も厭わなかった主砲らが当時の思いを明かした。歴史スクープ日中戦争の端緒となった張作霖爆殺事件の真相が分かった。1928、昭和3年6月4日、蒋介石率いる北伐軍が迫る北京を拠点としていた、奉天派の首領、張作霖が奉天に向かう列車ごと爆殺された。日中戦争の端緒となった、この事件の真相は謎とされてきたが、ジャーナリスト、牧久志氏の取材により、真相が解き明かされていく。実行役だった日本軍将校の来歴、爆殺発案者の10回、その発案者と、蒋介石の知られざる関係、日本が15年戦争へと突き進んだ歴史の闇に、光が当たる。ズボラな人のための、3つだけ押さえれば、盆休みにできる相続、マニュアル数多くの事例を取材して、庶民の相続を検証してきた本誌が、これまでのノウハウを集約して、簡単相続マニュアルをお届けする。お盆は、家族が集まり、先祖や一族の歴史に思いを馳せる貴重な機会であり、このタイミングで老親の相続問題を解決できれば、最もスマートだ。相続に陥る6つのパターンも参考に、ズボラな人でもできる、相続のコツを小説する。復刻袋とじ本誌が撮っていた、眩しすぎる、南野陽子2002年に本誌が取り下ろしていた、南野の美しいグラビアが復刻。大人の魅力たっぷりのランジェリーショットや白肌が、美しいベッド写真など、未公開カットを含む珠玉のお宝画像をお届けします。全国の書店、コンビニで、絶賛発売中。